今の職場の先輩の結婚のお祝いのお食事会があったため、日付が変わってしまっています。はい。これから動画を撮ってアップロードするのですが、何時になることやら。で、帰りにコンビニに寄って買ってきました。こちら、ヒカキンさんもこの商品をおすすめしていました。で、もう一つこれ。このパッケージも面白かったので買ってみました。カルピスアイスバーはファミリーパックの普通のカルピスのアイスバーが好きなんですけど、これはその濃いバージョン。はい。どんな味なのか食べてみたいと思います。柔らかい。甘い。カルピスがものすごく濃いです。甘い。ほんとカルピスの原液を食べているかのような甘さです。ちょっと甘すぎるかな。私はファミリーパックとかで売っているさっぱりとしたカルピスのアイスバーが好き。ちょっと甘い。柔らかさは、食べやすいと思います。では、皮むき冷凍みかん。本当だ。あ、本当に、みかんがそのまま凍ってる。あ すごい。まさか冷凍みかんが、丸ごと売ってるとは。このカルピスアイスバーを食べた後だからか、すごく甘さ控えめに感じます。さっぱりというよりは、味がしない。食べる順番間違えましたね。皮が剥いてあるから、剥く必要がないみかん、むかん。口の中が冷たくなる。口の中で溶かしながら食べていれば、頭が均一とならないそうです。というわけで、もう夏も終わり、秋が始まっていますが、こちらのアイスの紹介でした。おしまい。